長江を、天文学者、根天義と地道儀の発明者として検証した中華、人民共和国の切手バリ校は、五漢大の政治家であった。字は平子、南洋軍西学圏の人、大司令や詔書などを歴任した政治家である一方で、天文学者、数学者、地理学者、発明家、製図家としても優れた才能を発揮した。また文人としても優れ、不や、 絵画の名品を残した。西学圏の没落した官僚の家庭に生まれた。父は早くに亡くなり、祖父、長タイルは職軍大主だったが、精錬な人柄だったため、祖父の死後長校の家庭は貧しくなった。子供の頃から芝助行きや揚げおすなどの文学を好み、10歳頃には制作した詩が人の賞賛を得るようになっていた。青年時代落葉と長安に留学し、 五から六年の歳月を過ごした。実力者からの誘いもあったが、予期しや友人を得ることに努め、特に天文、数学に詳しい菜園からは、大きな影響を受けた。英元十四年、南洋軍手であった、アグリ徳の主母となった。英書元年には、太平無事で、王公以下が車種を貪さぼるのを痛み、半個の両徒歩を真似て、落葉を描いた。 東京府都庁案を描いた西京府を表した。英書2年にはアグリ徳が広塚佐能に栄転し、落葉に戻ったが、長江は南洋で勉学を続けた。英書5年、教官の老中として出資した。老中時代に溶柄の体験業に触れたことが、天文や数学の研究を始めるきっかけとなった。元初3年、歴法機構の最高官職の大司令に就いた。 健康二年、校舎バレーに出まかした。英検三年から、英和元年の間、再び大使令を務めた。豪直な人柄であったため、図心や新遺説などを厳しく批判し、順帝を取り巻く人々に疎まれた。136年には遠を割れ、下韓国の僧となった。下韓国では、管理や土豪の不正を激しく取り締まったため、かえって排斥されたという。 漢を自治体以降を創上するが許されず、令和3年には、証書として呼び戻されるが、令和4年、62歳にして病死した。現在南陽市には、長江墓と長江記念館が存在する。長江の地道儀。長江は、力学の知識と歯車を発明に用いた。彼の発明には、世界最初の水力根天儀、水時計、高風儀と呼ばれる風光系、地道儀、 つまり、地震感知器などがある。地道儀は5 0 0トル離れた地点の地震を感知することができた。ある日、地道儀の設置場所から見て、西北方向の地震の揺れを感知したが、人々は少しの揺れも感じないことがあった。一部の人は地道儀の誤りを疑った。しかし数日後、監視区から急止が来て、地震の発生のことを報告した。このことがあって、以来、 地道儀の正確性を疑うことはなくなったという。長江は、根天説の立場に立ち、天文学書として霊見、霊剣、霊剣図、根天儀図中を表した。2500個の星々を記録し、月と太陽の関係も研究した。著書の霊剣において月を休憩と論じ、月の輝きは太陽の反射光だとした。霊剣には以下の記述がある。月光星。 海のところ照らし、白星、海のところ平当日のリ密密る、お寒収日のリ密続くしなり。また続いて、以下の記述があり、当日の大きい、光常不合者、平打ちなり、税安居、財政速星日、偶月速月食。長江が月食の原理を理解していたことがわかる。月の直径も計算したとされ、太陽の一年を三百六十五日と一、四と算出した。 なお、彼の天文の研究や地震計の発明には、2世紀に入り、五感に天才が多発し出した時代背景がある。また、月光の原理は、紀元前1世紀頃の書物にはすでに現れており、長江の理論もこれら伝統的な天文学の成果を踏まえたものである。数学書としては、三毛論を表した。彼は、演習率を算出して、 パイイコール3.16強としており、この近似値を得たのは、インドアラビアに比べて400年ほど早い先駆的なものであった。現代の中国でも高く評価され、小惑星には彼の名が付けられている。また、中華人民共和国政府が指定した中国古代科学家に、訴訟し、一行、理事陣と共に選ばれている。2018年2月に打ち上げられた、 電磁環境モニター試験衛星は彼の名を冠し、長江一号とされた。1986年に隕石から発見された三変更は長江の名にちなんで名付けられた。府の名手であり、二景府は元代を代表する作品として知られる。二景府、紀伝府、南都府、資源府は文鮮に収録されている。晩年の四、憂枝は 最初の七子都市であるとされる。他の作品には、同性画がある。画家としても優れ、東韓六大画家の一人に数えられている。長江を扱った作品に1983年の中国映画、長江がある。青春の尻尾、小池和夫原作、平野と志作画に、主人公である、諸葛亮をわざと強い言葉で批判して悟す、賢人、発明家として登場。 ストーリーの中で、地道儀も描かれている。ありがとうございます。